チカタンズ。マジです。ガルです。キャンドリーです。チカタンズです。第3でお魚より対決。いろいろありすぎてやばそうだけどね。確かに。お魚狙ってきます。白身魚、白身魚いいね。白身魚、白身魚撮影 OK ということで、このね、続きを白身魚、はいはい、これもらっていいですか、続きを、はい、お願いします。あっそういただきます。すごいね。お乾杯乾杯、食べましょう。腹が減ったら一旦はできる。あ、いい感じですね。いいよ。あ、やばい、これできましたー。オッケー、よっしゃー。じゃあ一旦宝とかにね、はい、パスします。ボタンエビ、はい、なんじゃこれ。サンマ、サンマか、なんか変なエビ、ガスエビ、白子です。宝、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 おー、天ぷらー。手に寄せられる、めっちゃ手に寄せられる。エビをあげてます。エビをあげてます。エビをあげてます。お手軽に完成しました。やっと終わったね。お疲れ様です。あ、昼の10時から10時、やばっ、ね、はい、ということで、じゃあ早速チームごとに発表していきましょうか、うん、はい。それ最初どっちからいく？俺らあってんする。うん、結構意志に、あ、結構意志、じゃあ分かります。自信あるんや。じゃあ前半先、じゃあ柿のチームする。じゃあ俺らチームで、じゃあ入れ替わっていく。はい。言わせてください。こちら、マオジャスの愛情料理。こちら、マオジャスの愛情たっぷり白身魚のムニエルキウイソース添えです。なるほどね。どうですか、美味しそう、美味しそう。いや、クオリティがまあまあ高いね。まあまあ、まあまあ、まあ、それはお前そっちがすげえやろな。こちらもわざわざキウイをね、一切れのためだけに丸々1個買って。そう、じゃ食べてもらおうよ、最初。そうやね、さらに座ってもらおう。いいっすか、食べてください。はい、じゃあ、じゃあいただきます。はい、どうぞ。いただきます。いただきます。え、これ何だっけ、これ。ちなみに鈴木です。鈴木、こうやってつける。そう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 、こんな感じですね。ちょっと見えんね、まあいいわ。いただきます。オッケー、鈴木の感想でいいよ、うん、多分鈴木美味しいと思う。キウイマジいらんやんけど。マジいらん、キウイが。やっぱそうやよね、やっぱそうやね。じゃあでもこれ、あの安い下は分からんっていう。じゃあ2人で、2人で、2人で、はい、行きます。はい。キウイソースいらんけ。いらん。いやよね。いらんの。キウイいらんよね、本当に。え、つけてしまった。はい、せーの。いい食べ方、いい食べ方。どう、かなりは。よく噛んでる。あ、ちょっと酸っぱい。酸っぱいが。酸っぱいよね。じゃあ食べてみんか。いただきます。お、あ、でも俺の人は好きやけどね。あの、酸っぱいの好きやけど。いただきます。魚は美味しい。うん、後から何か、うん、うんってめて、うん、いらんね。いらんげんて。ダメけ、ダメけ。いらんね。ダメ、ダメて。うざいうざい。いただきます。どう、愛情ある？愛情はめっちゃ入っとるけど、いらん。まずくはない、まずくはない。ちょっと酸っぱいソースって感じ。そうそうそう、外国の方は好きやろ。じゃあ次、宝チーム。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ準備していきます。はい、はい、私たちが作ったの、じゃーん、普通に見えるでしょ。いや、違うよ、違うよ、天ぷらでーす。味は絶対美味しい。味には自信はあります。あります。ポイントはね、エビとか天ぷらがあると。はい。でもタラとか、うん、カレーとか、うん、天ぷらがないと。そこでクリエイティブを出すという技です。ありそうだけど、俺は全然するし。そんな感じでやってきます。はい、はいはい、じゃあ食べてもらいましょう。はい、実際に、せーの、せーで、G ショック。俺エビ行くわ。無理や、じゃんけん。いや無理や、無理無理無理。はぁ、エビの尻尾をあげる。いや無理や、無理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 。何食べたい？サンマ食べたいです。何食べたい？白子。あ、エビ。エビがいいよ、それは。なんで？ならエビがいいです。エビ。じゃあエビが、じゃあじゃんけん、最初はグッ、じゃんけん、はい。それ何？うわ、これいけぞ。塩塩塩塩塩かけてくれる。かけてくれんの。え、お客さんやね。そう、最後までやれよ。お客さん、いや、当ててやみたいな。えぇ、マ
ちょっと嘘やん。さんもいただきます。おいしいぞ。おいしいやろ。おいしい。それ何？白子ちゃんです。白子か。いただきます。あ、うまい。うまい。あ、うまい。こんなんまずいわけねえや。ガスエビ。ガスエビ。わ、いただきます。はい。味で勝負しました。そうこれタラか。タラ。そう、タラ。あ、タラ。これもタラやんな。じゃあタラいただきます。うまっ。うまっ。うまいわ。あ、ハズレです。あ、限定やんな、これ俺ら。限定。限定ハズレ。そう、ハズレ。食べたいな、俺ら。食べたい。美味しいな。え、これ白子食べていい？うん。ちょっと待ってよ。出てきて。あ、いいですか。じゃあいただきます、白子。ちょっと待って。皆さん、この後大食い企画あります。あの、チカタンズの本でね、大食い企画してるんで、大食いの動画もあの、概要欄貼ってるんで貼ってあります。お願いします。お願いします。ぜひ見てください。今から撮ります。この大きいのいいんですか。いいよ。見よ。どうぞ食べてシャロか。そうしよう。行っていい、これ。行っちゃう。行っちゃう。いやー、すごい、いい音。どうか、どうか。めっかでかねんけど。びっくりしたもんね。リップ大量塗るせいだし。身がずっしり。いただきます。これ頭食べる。どう？うまっ。おー。いただきます。よかったね、頭いい。じゃあ、頭すごい。あ、うまい、味噌出る。やばい、ちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。これはどう判定するんですか。味は負けたね。うん、絶対に味は負けたね。あの、でも、じゃあ見た目とクリエイティブ力っていう勝負や。それを視聴者の方にですよ、決めてもらうわけでしょ。コメント欄の上に固定しとくんで、あの、どっちかっていうのをグッドボタンの多い方が。お願いします。せーの、手を合わせましょう。ごちそうさまでした。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。皆さん、バイバーイ。チカタンズもよろしくね。お願いします。バイバイ。君の存在は僕にとってかけがえのない特別なもの。 You and take なマインドを気分and気分に変えるくらいに、ひとときも離れず寄り添いたいけど、それはただ僕のエゴイズム。せめてこの歌が君のそばで心地よく響き渡る。